ガラスはカツオドリモクウカウ族に分類される鳥類。アメリカ合衆国、日本、ロシア東部の太平洋沿岸全長76から89センチメートル。翼海長110から122センチメートル。全身が光沢のある黒い羽毛で覆われ、本種に限ったことではないが、カラスのように見えることが和名の由来。の色彩は、開白色。幼鳥は、 全身が褐色の羽毛で覆われる。カキはくちばし器部も含めた顔に羽毛がなく赤い皮膚が露出し、英明の由来になっている。頭頂と後頭の羽毛が伸長し、また、高し器部に白い斑紋が入る。陶器は顔が羽毛で覆われ、肝羽も不明瞭になる。岩礁海岸に生息する。植生は動物食で主に魚類を食べる。繁殖形態は卵生。 海岸の断崖に枯れ草焼きの枝を組み合わせた巣を作り、5から6月に1回に1から4個の卵を産む。死有とも放卵し、放卵期間は約21日。ヒナは孵化してから2ヶ月ほどで育つ。人の繁殖地への接近、増加したオセグロカモメによる卵やヒナの捕食などにより生息数は減少している。 日本では1980年代以降は映像するペアの数が激減し、以前は北海道の落石岬などでも映像していたが、現在では映像は確認されていない。1993年に種の保存法施行に伴い国内気象野生動植物種に指定されている。絶滅危惧 ILI、e。ありがとうございます。